どうもこんにちは、ジニーです。今日もね、沖縄ジニアートギャラリーから発信しております。今回はですね、結果が出る絵の販売方法7つ紹介します。絵の販売方法って言ったら、売り方とか販売戦略とかそういうものですね。どうすれば絵が売れるのか、どんな方法があるのかっていう、そこら辺をね、まとめて紹介しようと思います。これね、細かく言えば山のようにあるんですよね、方法って。今回はね、皆さんが実践しやすそうなを選んで7つ紹介します。で、この方法って、まあ、画家さんとかイラストレーターさんとか漫画家さんとか、とにかくね、絵を描く人が使える販売方法、売り方とか、まあ、販売戦略なんで、ぜひ試してみてください。で、最後に今回お伝えする販売方法をする前の超重要な話するんで、最後まで見ていってください。これしないとね、効果、まあ多少は効果出ると思うんですけど、効果が半分とか、まあ9割減ぐらいになってしまうんで、まあ、今日ね、かなり役に立つことをお話するんで、最後まで見ていってください。今日のこの動画って結構ね、有料級だと僕思うんですよね。かなり便利ですから、みんな使ってください。パクってください。僕のアイデアを。一つ目が、つながりアート戦略。まあこれね、以前もね、少し動画でお話ししたんですけど、僕ってね、この横につながる絵を描いてるんですよ。これ横につながるんですけど、1枚の板に絵を描いて、その続きを横に描いて、で、こっちにも続きを描いてっていうのをずーっと続けていって、こう最終的に360度になるみたいな作品なんですけど、これをね、販売するっていう感じですね。もちろんね、このまま原画として売ってもいいんですけど、僕の場合ね、複製画の方がいいんじゃないかなと思います。僕の場合というか、皆さんの場合ね、結構継続的に利用できるものなんで、原画を売ってしまったらそこで終わってしまうんで、まあ複製画の方がいいっていうことなんですけど、これね、まあ1枚買うじゃないですか。お客さんが自分のことをものすごい好き、まあ、この作品がものすごい好きでファンで買ってくれるっていうお客さんがいるとするじゃないですか、一人でもね。で、次個展とかした時に、そのお客さんってものすごい好きなんで、この続きになるアートを欲しがるんですよね。で、また次の何か機会があれば、こっち。で、次こっち、こっちっていう、ずーっとね、まあこれ、リピーターになる確率が非常に高いんですよね。で、これ360度と言いつつも、結構ね、まあ自分次第で永久的にこう横につなげれるじゃないですか。なんかこう、大きい輪になっていくイメージですね。で、これ永久に増えていくみたいな。永久的なシリーズ化することも可能なんで、まあ好きな人はね、続けて買ってくれるでしょうね。で、さっき複製画にした方がいいっていう話しましたけど、ここでね、ポストカードじゃダメなのかっていう話になるんですけど、僕個人の考えとしては、ポストカードにするなら、複製画の方がもう 100% いいんじゃないかなって思ってます。ポストカードにして売るなら売ってもいいと思うんですよ。ただ僕個人の考えとしては、ポストカードって売るもんじゃないんじゃないかなっていう考えがあります。というよりね、売らない方がいいんじゃないかなって思います。このポストカードの使い方っていろいろあるんですけど、プレゼントする方が絶対にいいですからね。プレゼントって結構重要なんですよ。プレゼント戦略二つ目の方法、プレゼント戦略に入るんですけど、これね、プレゼント自体が重要ではなくて、相手の頭の中の自分の割合を増やすってことが重要なんですよね。相手の頭の中での自分の存在の出現率を増やすっていうことが大事なんですよ。頭の中に一切ない人ってそれほど大事に思わないですよね。だって頭の中に自分の存在がいないんですから、まあ、いないのと一緒ですよ。だからその相手の頭の中での自分の存在の割合を増やすための投資としてポストカードは利用した方がいいと僕は思います。それこそね、ポストカードなんかプレゼントされた人は毎日目につくところに飾ってくれたら、例えばトイレとか玄関とかね、で毎日無意識のうちに自分の存在がその人の頭の中に残りますからね。これは意識じゃなくて無意識、潜在意識の中に残るっていうことが重要なんですよ。だからそういう人ってね、僕も結構いるんですけど、意外とね、連絡取ってなくてもなんか繋がってるのがわかるんですよね。その相手は僕のこと好いてくれてるっていうのも感じますし、その人が、まあ、ジンさんといい関係を築けてるっていうのも僕わかりますし、その人が思ってるっていうの。っていうことがわかるんで、まあ、これがなんかね、なんていう、まあ、これを心のつながりっていうんでしょうね。だからまあ、ポストカードは相手の頭の中に少しでも存在するための投資として、使いましょう。目の前のお金をよりね、ちょこ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 ポストカードを打ってもいいと思うんですよ。僕はそこ否定しないんですけど、そんなにね、まあ、効果、費用対効果で言うと、多分プレゼントした方が高いんです。目の前のお金を追うんじゃなくて、先のつながりを追いましょう。それにポストカードは利用してください。ポストカード言ってますけど、ポストカードだけじゃないじゃないですか、プレゼントって。で、僕もね、プレゼント結構するんですよ。沖縄に遊びに、ここにね、遊びに来てくれた人、まあ全員ではないですけど、手元にあれば、原画をプレゼントしてます。
まあ、原画って言ってもこのスタイル、この画家人が描いたスタイルの絵ではないんですけどね、ボールペンでバーって描いて下絵描くんですよ。それにね、水彩画、まあ、最近ちょっと練習してるんですけど、それに水彩画で色つけたやつをね、まあ、送ったりしてるんですけど、かなりね喜んでくれるんですよね。だからサプライズプレゼントをした方も僕ね覚えてるし、受け取った方も絶対に覚えてくれてますからね。まあ原画あげるのはちょっとやりすぎかもしれないですけど、原画とかじゃなくてもね、なんか小物商品プレゼントしたらいいと思います。小物商品だけ売ってね、爆発的に一食いっぱい売れないぐらい売れてるみたいな人いないじゃないですか。それだともうプレゼントした方がいいです。絶対に喜んでくれるし、この線引きが難しいですよね。ボールペンとかプレゼントしてもいいですけどね、まあポストカードボールペンとか。 iPhone カバーはね、昔僕 iPhoneカバーで結構そこそこ売り上げ出たんですよね。かなり自分でもびっくりするぐらい出たんですよ。そういう経験があるので、ギリこの LINE を iPhone は販売してもいいけど、それ以下のやつはプレゼントした方がいいですね。まあ、小物はね今僕販売してないんですけど、最近ね嫁がね何かしたいって言い出して、でそれでなんかじゃあ僕のね絵使ってなんかデザインして販売したらって言ってるんで、まあそれねなんかこうやってもらおうかなと思ってるんですけど、まあ楽しいことしてほしいんで、何かするきっかけになればいいかなと思ってまあ利用してもらうんですけど、まあそこでね小物販売したりプレゼントするものを用意したりすると思います。まあもらったら嬉しいですからね、プレゼント。僕もね、ここ来た人もうお土産とかむちゃくちゃくれるんですよ。でその中でね A のトートバッグ、 A をプリントしたトートバッグをお客さんにくれたんですよね。まあその方アーティストなんですけど、それはかなり嬉しかったですね。で僕はこのことをむちゃくちゃ応援しようっていう気持ちにもなりますしね、応援しようとする気持ちが大事なんですよね。これを増やしていけばおのずと絵を描いたいっていう人が絶対出てきますから、まあ、今これみんなやってますけどね、 Twitter とかでプレゼント企画とか、それで手元に絵があるっていう体験をしてもらったら、それ結構売り上げにつながっていくんですよ。そういう販売方法ですね。2つ目、プレゼント戦略で、3つ目なんですけど、特別感を売りにする365日戦略。これもね以前話したんですけど、まあサクサクと説明しますけどね、前も話したんで簡単に言えば、誕生日を使って特別感を演出して売りにしようっていうことですね。昔この販売方法でね爆発的な売り上げを残した会社があるんですよね。明治製菓さん、すごい。この明治製菓さんが販売したバースデーテディベアってみんな覚えてますかね。知らない人も多いかな。これってマーブルチョコにクマのぬいぐるみ、これをねおまけでつけて販売して爆発的に売れたんですよ。これね僕も買いましたよ。昔中学生高校生ぐらいの時かな、買ってしまったんですよね。まあ、欲しくなったんですよ、めちゃくちゃ。なぜそんなにめちゃくちゃ欲しくなったかというとですね、まあ、キーワード誕生日ですよね。さっきから言ってる誕生日365種類あって、そのテディベアがそれぞれ誕生日ごとに一つ一つデザインが違えば性格も違う、まあ、設定があるんですけどね。365匹のテディベアが全部性格とかいろいろ細かく違うんですよ。で365個あるんで、一つは自分の誕生日被るじゃないですか。だからみんな自分の誕生日のテディベアを買い求めたんですよね。それで売れすぎて販売停止になったんですよ。めちゃくちゃ売れましたよ、あれ。みんな持ってましたからね。だから人は特別感にお金を出して満足感を得ることができるんですよね。自分だけの特別なものが欲しいってなるのが人間なんですよ。だからね、この方法を応用して絵にしてみるといいかもしれませんね。365日分の意味のある絵を描いて誕生日と絡めて販売するっていう方法です。まあ、意味のある絵っていうのはただ単にね365作品描けばいいっていうわけではないんですよね。誕生日と絡ませるっていうことに意味があるわけなんで、ただ単に絵描いてこれは8月16日の絵ですって言われても意味わかんないじゃないですか。だからキャラクターを描くならそれぞれの個性を描いて、で風景を描くならね、さっきのまあつながりアートのような365種類描いてとか、まあいろいろね応用は可能だと思うんですよね、この方法って。考えたらね結構アイデア出てくるんですよ。これね、今この話聞いてピンってきた人、道が見えた人、アイデアが浮かんだ人はそれも間違いないですから、絶対にやってください。僕が動画発信してる理由ってこれなんですよね。何気ない僕の考えからピンってくる人を増やすってことですよ。まあきっかけ作りですね。これをきっかけに何かが進んでもらえれば僕も嬉しいですからね。で今ピンと来てる人は、これね今まで停滞してた人はね、ピンと来た人の中で停滞してた、今もあんまりうまく進んでなかったな、いつも通りだったなっていう人は結構ねそれ実行したら進んでいきますから、
なので今何か思い浮かんだ人、それ絶対正解ですからやってください。ただここプライド高い人はねできないんですよね。まあこの動画の前にいい方法浮かんだけど、あジンジンさんが動画で言っちゃったからやりにくいみたいな、プライドって捨てる時期だと思うんですよ今まさに。まあこの時代ね、いろいろ変わろうとしてる時代の時にもうまさに変わるタイミングだと思うんですよ。プライドなんかね必要ない時代になってきますから、これから邪魔足引っ張ることになってくる時代がやってくるからね、あんまり進んでないなっていうこの自分の流れを動かしたい、どうしてちょっとでも動かしたいっていう人は今までの自分を捨てる覚悟も持たないとこれからきつい時代がやってきます。プライドは必要ない時代がやってきます。だからねプライド高くて今できないって思った人は今まさに変わるタイミングだと僕は思います。でまあまあ話長くなったんですけど、こうね考えたらキリがないほど出てくるんで、自分の書く作品と合致させたアイデアを採用させてみてください。で続いて4つ目、原画マージン販売。これねここ沖縄ジンアートギャラリーにお客さんとして来てくれた子が教えてくれたんですけど、まあどっかの作家さんがやってたことみたいなんですよ今現在も。でこの話、この販売方法を聞いた時ね、なるほどなって思いましたね。その手があったかみたいな。でこれ何かというと、原画を買ってくれた人にマージンを与えるっていう仕組みなんですよ。マージンっていうのは手数料ですね。例えばまずね、まあこういった原画ね、原画は販売してしまいます。個展とかまあ人に見せるときは複製画を出して展示するんですよ。この複製画が売れたら、その売れた何パーセントかをマージンとして原画を買ってくれた人に支払うんですよ。これって誰も損してないんですよね、この方法って。複製画を購入した人は自分の欲しい作品を購入できたので満足。描いた本人は複製画が売れて利益も入ってくるし、実績にもなるので満足。原画を購入した人はマージンが入ってくるので、この複製が売れたら何パーかのマージンが入ってくるので満足。これ画期的じゃないですか。めちゃくちゃ合理的じゃないですか。誰も損してないんですよ。ただ単にね、この原画を購入するっていうだけなら迷う人も結構いるじゃないですか。まあ大きければ大きいほど高いですしね。ただこの原画マージン販売だと、お客さんは一度買えばそのマージンが入ってくるっていうのを知ってるんで、普通に原画売るよりかは絶対に購入しやすくなりますよね。一番実感できる投資のような買い物になるんで、手出しやすくなるんですよお客さんは。でそのお客さんも原画買って、その複製画が売れれば自分に入ってくるっていうのを知ってるんで、その自らね宣伝広告とかもしてくれるようになるんですよね。頑張ってくれるんですよ。これ誰も傷つけない方法ですよね。ウィンウィンウィンですよ。誰も傷つけない、みんなハッピーみたいな方法なんで、これねかなりすごいなぁと思いましたね。ただまあデメリットとしては、そのマージンをね毎回管理して支払うっていうのが大変っていうことぐらいですかね。はい、続いて5つ目、実用性のあるものと組み合わせる。実用性のあるものってまあ世の中いっぱいあるじゃないですか。まあボールペンとか安いですけどね、ボールペンとかまあハンカチとか、まあ、いろいろ考えればいっぱい出てくると思うんですけど、これってね、まあ、小物なんで、そんなに売り上げには、爆発的には売り上げには繋がらないと思うんですよね。だから、この実用性のあるものと組み合わせるっていう方法は、ちょっとね、値段するものと組み合わせた方がいいと思います。まあ、値段はそこそこするけど、必要とされるものですね。それと絵を合体してしまえばいいと思うんですよ。まあ、例えば椅子とか机とかね、今僕が考えているのがね、机と絵っていう組み合わせですね。例えばね、これ石に書いてるんですけど、ストーンアートっていうね、この石のアートをこうレジンで固めて、まあレジンっていうのを知らない人、調べたらいっぱい出てくると思うんで、結構ね2018年ぐらいあたりから日本で結構レジンアーティストみたいな人増えてきたんで、動画とかもあるんでそちらチェックしてみてください。簡単に言えば、まあ液体なんですけど、それね入れて、型に入れて固まって磨いたらガラスみたいな仕上がりになるっていうものなんですよ。だからこれ枠作って、ここにレジン流して、乾いたらガラスみたいになってるんですよね。もう透明なんですよ、この中宙に浮いてるみたいな、置いたら。でその枠をね木で作って、ちょっとぶっといくね。でその枠の反対側に足つけたら、それ机になるじゃないですか。この足もホームセンターとかで売ってますからね、個別の足、机の足だけ売ってますからね。
うん、それとか利用して、まあ、足つけて机になるし、しかもこれ足取ってそのまま飾るじゃないですか。そしたらその木の枠が額になってくれるんですよ。だからこの方法ってなんか使い道2つありますよね。1つは実用性のある机で足を取れば額に入った絵になる。1つのアート作品に2つの効果を見込めるんで、これ結構ねいいかなと思って今度まあやろうかなと思ってるんですよね。だからそういったまあ日常で使うものと組み合わせて販売するのも面白いかなと思います。はい、続いて6つ目なんですけど、複製画で原画の価値を上げようっていう方法ですね。これ販売方法というか、まあ、原画の値段を上げるのに役立つ便利な方法っていう感じなんですけど、お客さんでもね原画は高いから無理やけど複製画なら買える、手が届く、だから買うっていう感じになる人が圧倒的に多いんですよ。まあこの複製画についてはね、僕も以前動画で話してるんでそちらチェックしてほしいんですけど、全然ね違和感がないんですよ、原画との違いに。近くで見てもほとんど一緒。これジークレイの複製画を僕は作ってるんですけど、この複製画販売をしてるとかなり便利なんですよね。僕の場合全部ネット上にデータがあって、その原画のねデータがあって、それを複製画発注してくれる会社に連絡して、その会社で作ってもらって直接お客さんに送るっていうことができるんで、家から出なくてもできる販売方法なんですよね。ただこの最初のね原画のデータ、写真データはスキャニングする必要があるんで、原画送らないといけないんですよ。でそのスキャニング代も結構高いんですよね。まあカメラとかの方もあるんですよ、一眼でカシカシャって撮ってねやる方法も。ただ僕はねこの大きいでっかい、まあ B1 とか主にやってるんですけど、でっかいねなんかスキャニングの機械があるんですよ。そこに置いてこと細かに完璧にコピーしてもらうっていうのをやってます。それで、まあ、データはあるじゃないですか、手元に。あとはそれも何回でも印刷できるんでデータがあるんでね。だから最初だけですねお金かかるの、それ以降はもう印刷代だけっていう感じの方法で販売してるんですけど、このね複製画があるんで原画ってね高くしてもいいと思うんですよ、というか高くできると思うんですよ。僕の場合そうだったんですけど、原画をもともと売る気なかったんですよね昔で。まあどうせ売りたくないしこれなら誰も買わないだろうっていう値段をつけてたんですよ。まあそれでも買いたいって言ってくれる人がいたんで、まあ、販売してしまったんですけど、まあその度にねこれなら売れないだろう、これなら売れないだろうっていう感じで原画の値段を上げていったんですよね。これ複製があったからできたことなんですよ。なのでこれに関しては絵の販売方法というより、複製画を販売して価値を上げていく、原画の価値を上げていくっていう方法ですね。あと複製画なら相手が欲しいっていうサイズに変更することができるんですよ。例えばあの B1 のでっかい絵があるじゃないですか。これね僕は主にこのサイズの複製画を作ってるんですけど、これねデータをまず取って、それをねコンピューター上、まあパソコン上ですね、で分割して配置してデータ上で、でそれを印刷会社に持っていけば、複製画のもうこの絵が何枚も、まあちっちゃくなりますけどサイズは一つ一つプリントされた複製画が完成するんですよ。こういった方法も利用していけばいいと思うんですよね。でこのサイズを小さくするっていう方法をね、さっきのね360度アート、つながりアートですね、最初に話したで販売してもいいですからね。はい、続いて7つ目、アートイベント企画。まあこれそのままですね、アートイベントを企画して会費をもらうようにするっていう方法ですね。イベント会社とかもろにこれで利益出しますからね。まあ今はちょっときつい状況が続いてると思いますけど、例えばね僕は毎年沖縄のザマミっていう島、まあ離島ケラマ諸島にあるんですけど、そこでねキャンプペイントっていう企画をしてるんですよ。そこ島なんですけど、一部ねキャンプ場があって木とか草の壁があって、でこっちビーチでこっち海みたいな、朝起きたら海飛び込んでウミガメさんおはようございますみたいなね、そういう生活をしようぜっていうイベントを毎年開いてたんですよ。まあ、今年はきつかったですね、無理でした。来年できたらしたいなと思います。めちゃくちゃ楽しんで毎回ね。この企画ってめちゃくちゃ緩いんで、僕お金は一切いただいてないんですよ。なんかもうハンモック揺れてビール飲んでおるよみたいな感じなんで、来たい人来たらみたいな、もうゆっくりしたもう適当な感じのイベントなんですよね。それでまあまあ結構来てくれるんですよ。例えばこの企画でお金をいただこうって思う場合は、絶対に来たお客さんに満足してもらえるようなイベント作りをします。全部用意して、テントから何から、まあ、テントじゃなくてもコテージとか借りたりしてもいいですしね。で、いろいろ予定組んだり、まあ、その島での祭りがあるタイミングでそこに仕込んでいったりね。いろいろ計算して、来たお客さん、全員に完全に来てよかった。めちゃくちゃ楽しかった。夏の思い出、ジンさん。
ありがとうみたいな、完璧完全に絶対に満足してもらえるようなプランを作り上げて、でその分まあ場所代とか食費とかイベント費用とかもろもろ込みの会費をいただくっていう形にしますね。もしもザマミキャンペーンと有料でやる場合ですよ。普段やってないですからね、適当な感じです、置いてみたいな感じですからね、ジンジンおるよ寝てるよみたいなね、そういう緩い感じなんで、お金はね逆にいただきたくないんですよ。これね、お金イベントとして企画してお金をいただくっていう形でやってしまうと楽しくなくなってしまうんですよね。僕の場合ですよ。こういうのやって売り上げを作ってるっていう人結構いますからね。ただ僕はしたくないんですよ。もう大変ですしね、用意するのとかもうそういうの嫌いなんで、まあみんな適当にわーってしようぜみたいな。この話ここまで聞いただけだと、絵の販売方法じゃないやんってなるじゃないですか。イベント企画やんってなるじゃないですか。まあそう思う人多いと思うんですけど、ここで、ね、最初に話したつながりの話になるんですよね。ポストカードの時に話した相手の脳の中で自分の存在を残すっていう、このイベント企画はそれの強い版ですね、最強版で、こうしたつながりってこの人からしたら、あの思い出の人の商品だから何か絵を描いたいってなるんですよね。つながりが強くなると。だからイベント企画してめちゃくちゃ楽しんでもらった後ですね、販売は。自分でそういう風に仕向けていってもいいですし、まあ僕はなんかね、まあ買ってくれるんですよね。そういう人たちが特に。これね、動画でこんな話したらね、僕もなんかめちゃくちゃ計算高いやつになってしまうんですけど、僕本当にね、もう楽しい。こんなにゆっくりした空間があるから、みんなもうほんと楽しんでよっていう感じなんですよ。みんな来てのんびりしようよ、うん、っていう感じなんですよね。特に今ね、今一番やりたいんですけどね、もう絶対やった方がいいですよ。ハンモック揺れて海眺めながらビール飲んで、夜は満天の星空日囲んで、みんなで話し合ってわっはっは言うて寝る、朝起きて海飛び込んで、ウミガメさんおはようございます、これの繰り返し最高っていうのを味わってほしいからやってるだけなんですよね。ただ絵の購入は後でついてきたっていう感じですね。まあ体験をしてもらって商品を買ってもらうっていう気持ちでやってるだけなんですよ。まあ来年ね、2021年やる、できるかな、やりたいな。やる場合はね、メルマガとかまあツイッターとかで連絡するんで、まあ適当に来てください。僕そこいるんで。まあ、この沖縄 GR とギャラリーも常にいますけどね。で、このイベント企画するポイントとしては、このイベントに来るとどんな対価がもらえるのかを相手に明確に伝えないといけません。楽しさなのか、情報なのか、まあ、勉強を学ぶことになるのか。このキャンプペイントだと僕全部多分なると思うんですよね。ひっくるめて全部勉強になると思うし、楽しい夏の思い出 100% できますしね。で、なおかつ行って帰った後も行ってよかった、本気で行ってよかったって思ってもらえるようなプランを作り上げないといけません。これ超大変なのでね、企画力があって相手に対価を伝えれる、与えれる、絶対行った方がいいやんって思ってもらえるような企画ができる人は絶対にやった方がいいです。はい、これまで7つ紹介してきたんですけど、これまで話したこと全てね、まあ7つもそうですし、まあそれ以外の方法もいろいろあるんですけど、それ以前ね、この7つの方法を試す以前の問題として、これかなり重要なんで最後にお話するんですけど、大前提としてこれまで話してきた方法って、人と接点を増やさないと何も効果を発揮しません。誰もいないところで、誰も見てないところで、販売方法、今日教えたね、販売方法を試しても実践しても人がいなければやってないのと変わらないんですよね。なのでまず人との接点をどんどん増やして、相手の頭の中での割合、自分の割合ね、これを増やして、信頼を増やしてっていうことをしてから、今回の戦略、販売方法、売り方につなげる方が効果がより高くなると思います。高くなると思いますというか、確実になります。これしないともう本当に激減効果、多少は出ますよ、多少は出ますけど、この人との接点を増やすっていう根本的なことをしてる人としてない人とではかなりの差が開いてきます。1対9ぐらいじゃないですかね、まあ感覚ですけど、人との接点を増やすっていうことは絶対にやっていかないとダメです。ただ今ね、パンデミックの影響で個展したり人と直接会ったりするの難しいかもしれないじゃないですか。まあでもね、その代わりにね、リモートワークみたいなね、この仕事の環境が変わってきたじゃないですか。今どんどん変わってきてますからね、これからもどん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 世界は変わってきますから、常識は変わってきますからね。このリモートワーク増えたことによってね、ネットを使う人増えたじゃないですか。動画とか見る人も増えたし、まあ YouTuber も増えましたしね、まあ、ネットとか SNS とか利用する人が増えたんですよ。今そういう
時代なんで、まあ、今の時代にあるものを利用して人との接点を増やしていけばいいと思います。でこの人との接点の増やし方、その人の集め方、自分の絵の販売のやり方、根本的なねやり方、打ち出し方とかね、具体的にどうすればいいのかわからないっていう人は僕のブログでいろいろと書いてるんで、ブログチェックしてみてください。で直接的なアドバイスはメルマガ登録、これ無料なんですけど、メルマガ登録していただければ僕のところに直で届くんで、そこに質問いただければ僕返信します。でその人に合うやり方もお伝えできるかなと思います。今回話した全てのことは、まず人との接点を増やして、相手の中での自分の割合を増やして、信頼を増やして、そういった人を増やしてから実行するものですからね。というわけでね、今回かなりねいい話したんじゃないですか。多分、今回話したような内容とか、まあその他の人からは話されない、まあ特別なね、このジンジンアートチャンネルからしか発信されない情報を提供していくんで、ぜひねチャンネル登録しておいてください。絶対に役に立つ情報を発信していくんで、チャンネル登録お願いします。ということで、はい、今日はもう終わりなんですけどね、もう沖縄もむちゃくちゃずっと雨降ってる。もういい加減にしてほしい。何をしとんねん、太陽。めちゃくちゃ仕事下がってますよ。だってかれこれ2週間3週間以上かな。でこの先も多分ねもう全部天気予報曇りか雨。もういや、まあ仕方ないですね。何してても年は明ける。今年ももう終わりですね。まだ2020年12月何個か動画発信しようと思うんで、チェックよろしくお願いします。今からね、今僕の息子がねかくれんぼハマってるんで、帰ってかくれんぼしてきます。それでは今日はこの辺でバイバーイ。